にちは、伊賀です。本日はバッカーの皆様にお詫びとご報告をしなければなりません。現在開発をしているブラッドステインドですが、今の体制、期限のまま制作を続けると私が求めるクオリティに達しない可能性が出てまいりました。そこで別の制作会社をメインに加え、新たに制作体制を見直して今までのクオリティを維持していきたいと考えております。新しい制作会社に関しましては現在選定中です。決まりましたらまた別途皆様にご報告させていただきます。それに伴い期間についてです。まだ詳細は確定しておりませんが、2018年の前半を想定しております。本当に申し訳ありません。皆様のおかげでせっかく作れるようになったこのタイトルをきちんとしたクオリティでお届けしたいと考えた上での決断です。許していただきたく存じます。